PC 版のフォールアウト4サバイバルモード続きやっていきたいと思います。現在スロックにおりますけど、今回はねこれランドルフセーフハウス2ということで、デズのクエストですね。レールロードのそれをやった後に余裕があればこっちもねやっていこうかな、そんな感じに思いますけど、まあで、サブマーカーの方はイーグリットツアーマリーナに設定して、まあ行きます。前回パートはまあスロックの防衛戦があったんで、まあほんとヘトヘトです。じゃあゆっくりとね散歩を楽しみながら戻っていきましょう。いやー、今日はいい天気だね。前回パートは本当に、夕方着いて、そしたら、フィンチファームの方でも防衛戦が発生しちゃって、というのも、フィンチファームもここだからね。スロックからめっちゃ近いんよ、みたいなね。どうした？なんか、怪しい。なんかいいのかな？ガッツリ対策とかこの辺湧くからね。大丈夫そうではあるけど。あと注意しないといけないのが、そこ。ここ。クリアマーク消えてるとやばいですね。おい、まあいいか。行きましょう。あと、まあそろそろ。ラットの反応が出てくるポイント近くで霧だら、大丈夫か。ほんでもってナショナルガード訓練所カウンティークロッシング、うわー、ちょっと厄介なんだよね。もうすぐスパミュメカニスとグールにデスクロー湧く可能性あるから、ちょっと FPS モードにして、ここ超えたぐらいから。ここか。ここ超えたぐらいからか。フレットをこねる。あ、先生？まあいいや、なんかちょっと食べますわ。めっちゃお腹減った。デスクローステーキリッチに食べちゃう。悪いな、売れるものは何もないんだ。俺は在庫補充にボルト81へ向かってるところなんだ。いや、そこでなら必要なものが手に入るかもしれない。はいはい、よかったよかった。まあめっちゃランダムなんですけど、NPC ってのは珍しいね。まあ、こっちのね、バンカーヒル方面に向かって行きましょう。時間的に？いい時間だな。困ったな。ベッドないんだよな。あるけど、寝袋なんで、あんま深い眠りはつけないんだよね。だから睡眠不足のバッドステータスが発動してるのを解除することはできない。けど、まあしょうがない。このまま行くしかない。怖いな、ほんと。先見えないから。どういうルートで行こう。このまま橋渡って右手に逸れていくか。デイビス誰だよみたいな感じだけどね。
あら。ちょっとバグってるね、きっとね。なんかのクエストの人なんだよ。何も見えないよ、霧で。で、もうすぐ暗くなってくるしね。ちょっと声が聞こえた気がするしね。幻聴かもしれんけど。まだか？ああ、そろそろ人のとこだっけ？タレットと。ね。ちょうどその下ぐらいから。違う？あ、一歩南側に来てんのか。カラスが予兆だからね。一応バッツバッツ。いや、やっぱそうだろう。そろそろ橋、上に上がりたい。ここから上がっていこうか。あ、ここで人形のとこだね。ここいつもね、ビビっちゃうんでね。近いな。そろそろ、バツ、入るんじゃない？その辺の人に。タレットもあるしね。じゃあ、ここ北に、南に行こう。ニック全然話さないけど来てくれてんのかな？やってるね。ベルチバード落ちたか？ダイヤモンドシティ近いな。となると、あそこのビルか。いつもなんかスパミューとかメカニストいるとこ。おっと。受け渡し場所がここか。シャムロック酒場。シャムロック酒場って、どこでしたっけ？なるほどな。まあいっか。そのまあいっかがいかんからな。そのまあいっかがいかん。よし、とりあえずあそこ行こう。グッドネイバー行こう。グッドネイバー行って寝よう。見えないから怖いな。徘徊率は、徘徊と遭遇率は低いからね。スワンコで、ここでスワンコ。なんか知らんけど、ここにさ、前レイダーいたからね。意味わかんないんですけど、みたいな。全然この片付けられてないな。スワンちゃんもね、ずっといるんだよ、ここに。飛んでるね。で、やべ、来れるの？あいつ
来れるのかな。あ、もうここまで歩いてきたんだ。もうあそこ湧いてんだ、スーパーミュータント。ニックがついてきてない気がするんだけど、またニックも消失バグかな、わかんない。まあ、とりあえずね、一回セーブしてきて、ここに戻ってきたいと思います。はい。朝まで寝ましたけど、相変わらずね、霧、見にくい状況ですね。そこにスパミューいたんだよな。まあ、関係ないまま、本屋の横を経由していけばいいのかな。ここね、ここの、だけど、この辺からまた、スパミューポイントになるんだよね。最近来てないから、おい。おお、びっくりした。骨、音出しすぎ。ん？ラットローチか。ホームラン。ニック静かにしてね。まあ行きましょう。相当するって言ってたから大量に来るんでしょう、きっと。なんかいるよね、この感じ。割ったメカニストか。メカニストとなんかもうちょっと待って、ご飯食べるわ。水はね、お腹減ったって言われたから飲んだんだけど、オムレツ近いな。チラチラ、よいしょ。レイターベテラン。見えないけどな。ポポシュポシュポって。ニック、あ、タレットもあるのね。よしこ、やべやべ。
静かに寄ってこれたけど、ほいほい、ここね、ニック、おい邪魔、中入ります。出る頃には霧も、あれはなんだ、おいおいおい、ちょうど向こう側か。ただの騒音だ。ただの音。ああ、これか。これやっちゃったんだ。なんだ。行こう。誰かいるの？おいで。ああ。うん。あれだけでオッケーだったっぽいな。まあでもなんかいっぱいいるぞ。閉めとこ、開いたらわかるからね。オーマイガー。オーケー、手荷物どうだ、見えない。ちょっと立ち上がって。あんまり25持てんのか。よし、行こうか。おお。びっくりした。Not the way. わい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 。あんたの相手は保証してた。ほい。ほい。ホームラン。しかしニックに火炎放射器持たせたらいかんな。火炎放射器じゃなくて、まだそこにいるのか。何も見えないぜ。
もうなんか処理されてるもんな。あ、裏出口ね。上の階層を見に行こう。でっけえのいるわ。ほい、ホームラン。じゃ、なに。おお、まあいいお土産になるな。ありがとうさん。何も見つけなくていいって言ってくれ。あれにはちょいと時間がかかりそうだ。聞いてこ。へえ。あとは2階か。スティンパック、スティンパックもそろそろ1回売りたいな。ありがとう。ああ、さすがに持てないか。これは？あ、さっきのとこね。ニック。ね。聞いているよ。手に入れたのはこれだ。まあもうな、もうニック何も持ってないじゃん。まあジャンク渡しとこう。よし、帰ろう。はい、じゃあ出まーす。晴れてるかな。晴れてないね。よし、じゃあマップ確認して、シャムロック、そうだな。まあイーグリとツアーマリナに向かいましょうか。びっくりするわー、ほんと。こっちか。この感じたまりませんみたいな。ちょっと怖いよね。クエストマークは、あの、レールロード本部ってことでしょ？うわ、これは。スワミューの方々の。全く見えん。めっちゃ口開けてプレイしてますわみたいな。なんかいるなこの感じ。ね。グールとかそんな感じ？
いいんすか。ほいほいほい。びっくりした。ちょっとここで一回水飲もう。喉も乾くし。今度こっち行ってみよう。で、ベルチバード。なになにこの感じ。うん、直接行こうと思ったけど、気持ち的にはダイヤモンドシティに寄りながら行くのが安全だから。おいおいおい、おお、なんかっぽい。向こうかベルシバド。はい、結構来たぞ。めっちゃ静かになっちゃった。結構来たな。微妙に危なかったね。アトマトイズはあのスーパーミュータント湧きますからみたいなね。で、あの歩きながら考えてたのが、あのニック・バレンタインを次どこに送ろうかってことなんだよね。おいおいおい、え、え、え、ちょっとやばいっすわこれ。危ねえな。上で戦いが行われてる。こっから降りていくか。危ねえ、これ即死だからね。覚えとかないと。ドッグミート発見。あ、忘れた。これだな。これであれが落ちてくるみたいな。レーダーポイントでもあるんだよな、ここ。だから、向こう側で登れるとこあったら登りたい。うん、ドッグミート見つけても、速攻、あの、話しかけて仲間にしないようにしないとね。ここか、入り口は。
まあ、イーグリッドツアーあんまりいいの。ラストデビルか。となるといつものポイントに湧いてるのは、めっちゃ緊張する。戻るとまた合いそうだな。緊張する。なんかいたらめっちゃ逃げていきたい。走ってもなんかそう、もう正面から遭遇したら終わりだからな。めっちゃ怖いね。霧が出るだけでこんだけホラー感が。もうだいぶ近くまで来たぞ。もうすぐだ。おいおい、なんだ今の灰みたいなのは。だいぶ近づいてきたか。まだ見えないな。ラッドスタックだって。HP 減ってる。気を取られ、他の発見が遅れたら怖いからな。よし、だいぶ近くまで来たぞ。これなら安心だろ。行こう。おーし、帰ってきた。いやー、肉早く肉。向きの船があそこに引っかかっているよ。どうして誰も降ろそうとしないんだろうな。大丈夫？何か必要なものがあるか。もし手に入れられたら。はいはい、ニックから回収しましょう。ですね、フュージョンセル、ミニニュークにジャンクと、これが3
308か。OK。なんか怒ってる声しなかった？大丈夫？まあ、預けれるものは預けて。これも誰かにあげよう。仕事したらご飯が食べれる。シンプルなことよ。持ち物をいくつか交換したいの。新しいだもんな。やっぱそうだな。じゃあこれとこれとピップボーイを授けます。あと弾50ぐらいあげようか。でこれ回収。はい、よろしく。もう一回預けるわ。パイプ、オッケー。おっしゃ。で、こら。ほら、さあ行くよ。ニックバレンタインは。ここでいっかね。肉はここ待機で。まずなんか食べよう。オッケー。まあ、今日はちょっとバカみたいに寝ます。たっぷり寝て、まあだけど6時、朝6時に起きよう。朝6時に起きて、レールロードのクエストをやっていこう。5、6。 OK。 ジャマイカブレインが攻撃されてるか。水飲んで、はい。じゃあまあジャマイカブレインはこっから近いんで、本当にすぐここなんで、まあ次回パートはジャマイカブレインの防衛戦のヘルプした足で、ウェザーベイン、次はどこだろう。ああ、もう、レールロード本部に近いな。まあ、じゃあそんな感じで次回パート行きたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。